安民島は大韓民国中世南道大安軍の後海にある島。17世紀に運河によって大安半島から切り離された。面積は87平方キロメートルで、韓国の島では6番目に大きい。衛星画像大安半島の南に南北に長く伸び、東に浅水湾が広がる。浅水湾を挟んで、対岸には北から追山市、工場郡。 法年史がある。行政上は、台安軍の南部を占める。島の大部分は、安民有に、南端部が湖南面に属する。高麗時代、租税用の穀物を改装する便宜を図るため、細長い台安半島を東西に横断する運河を、改作する試みが行われたが、中断した。その後、朝鮮王朝時代の17世紀に運河が完成し、半島南部は、 安民島として本土から切り離された。1990年11月に政府より住民との話し合いもないまま核廃棄物建設計画が発表された。その後、島民挙げての反対運動の結果、1993年春に白紙撤回され3月25日には勝利集会が開かれた。本土との間を結ぶ陸路としては、1970年に 安民郷が建設された。国道77号線が島を縦貫している。今後、南側地域は、骨石と連結する国道が開設される予定。韓国亀裂と、絆核も原発もいらない、アジアフォーラム、通信ニュースナンバー3本ファイルは、クリエイティブコモンズ c c 0 1 0全、世界パブリックドメイン提供ライセンスによりで、公開されています。ありがとうございます。